クルーベは、フランス海軍のラガイエット級、フリゲート3番艦。艦名は、アメデクールベに由来する。クルーベは、DCN ロリアン交渉で建造され、1993年9月15日に、寄港、1994年3月12日に、浸水、1997年4月1日に、収益する。クルーベは、アンジェと命名都市の関係を結んでいる。 クルーベは、トゥーロンに配備され、海外領土や経済水域の警備のほかに、空母を戦闘軍の支援や特殊作戦及び、人道援助任務を担当し海洋における、諸任務にあたる。1998年には、希望本経由でインド洋に向かい、そのホペルシャワン諸国を訪問する。2000年に、ジブチ、スエズ運河を経由して、 帰国、同年7月には国会での合同演習に参加する。2001年10月には普及の自由作戦の一環でヘラクレス作戦が発動されアラビア海に12月末まで展開した。2002年には定期整備を済ませた後に地中海に展開し、翌2003年に再びインド洋に派遣される。2004年には地中海に展開し監視活動に参加。 翌2005年には地中海での任務を済ませた後の11月に普及の自由作戦に参加するためインド洋に展開する。2006年ソマリア沖の海賊対策のタメアデン湾に展開、その後レバノン侵攻での海上監視任務のタメレバノン沖に派遣された。任務中の10月3日にイスラエル軍の戦闘機2機が無線呼び出しに応答せず対空警戒線を超える事件が起きた。 これは防衛上、外交上の問題を誘発し、フランス政府は公式に抗議し、イスラエルは謝罪した。2007年にも再び、レバノン沖に派遣される。2008年7月に、ソマリア沖海賊対策のために、アデン湾に派遣され、9月には、ソマリア沖2008年9月16日の事件で、人質救出に成功する。2013年2月3日に、 関西ヘリコプターとエストニアの船舶、防護分献隊を乗せて、トゥーロン軍港を出港し、2月18日に、ジブチ港にて、F711 シュルクーフと会合し、2月21日から、アタランタ作戦に参加する。レモンドイスラエルプリザーントセイクスキューゼスアエル、アレイモニア2006年10月31日、EU ネーバルフォースウェルコムズフレンチフリゲート FS。 クールベイツーオペレーションアッテランタ、ありがとうございます。